いや、働く細胞のアニメ無事に放送されていますね。ね、正直に申し上げますと、年越してから最初のラジオ収録ということでね、まだ年明け間もない時期に撮っているんですけれども、前回僕一人でね、いろいろお話しさせていただきましたけど、今回は素敵なゲストさん来てくださってますからね。ね、そして早速メールを1通いただいてるんでご紹介していきたいと思います。前野さん、こんにちは。こんにちは。3人でのラジオかと思いきやそういうスタイルだったのですね。前野さんが一緒に盛り上げたいとおっしゃっていたのに、ブラックサイドはライバル心メラメラで笑ってしまいました。これからどんなコラボがあるのか楽しみです。あー、なるほど、サンデーエレファントさんからいただきました。ありがとうございます。細胞サイドは平和だ、働く細胞のこちら無印サイドは平和にやっていこうっていう風なスタンスだったんですけど、どうやらブラックサイドがあんまりこっちと仲良くしたくないというね、ことらしいんでね、全然そういう態度でしたら構わないんですけれどもね。それじゃあやっていきたいと思います。一緒に働く細胞ラジオ、皆さんこんにちは。テレビアニメ働く細胞白血球の声優を担当しています、前野智明です。この番組は現在放送中、テレビアニメ働く細胞第2期の魅力を体の隅々までお伝えしていくウェブラジオ番組となっております。それでは始めていきましょう。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド、スタート。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド。さて、一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド2回目、この方がゲストで来てくださっています。早速紹介しましょう。この方です。はい、みんな細胞働いてる赤血球役花澤香菜です。はい、香菜ちゃんが来てくれました。ちょっと前野さん、一人でこんな楽しい番組始めてるんですか。いや、ちょっとね、いや俺もだってさ、香菜ちゃんとやりたかったの。いや、私もなんかてっきり私も一緒にできるのかと思いきや、ちょっと2人であいつらに立ち向かおうぜ。本当ですよね。いや、私たち細胞の取材をもうたくさん受けさせていただきましたからね、もういろんなところでいろんな話なもう語り尽くしたような気がします。もうこれ以上多分作品については語ることを語る余地ないかなっていうぐらいいろんなねお話しさせていただきましたよね。語ってますけれども、そうなんです、一期からそうでしたしね、いろんなところでいろんなお話しさせていただきましたけれども、はい、 でもこういう風になんかラジオで働く細胞のお話しするってそんなになかったじゃない。そうですね、うん、ラジオっぽいことはね、うん、ちょくちょくやらせていただいたことあったかもしれないですけど、はい、でもこうね、正式にね、ね、そうなんですよ、正式に番組で2人で喋る。そうなんですよ、まあ、改めてお伺いしたいんですけど、はい、働く細胞、まあ、初めて作品した時の印象とかって。そうですね、いやでもなんかこういろんな擬人化あったけど、この手があったかっていう、うん、ね、そう思いつかなかったね。確かに思いつかなかったし、なんか新鮮でしたね。しかもなんでしょう、内容が面白い上にすごく勉強になるっていう、うんうんうん、で私ピラティス習ってるんですけど、言ってたね、はい、ピラティスの先生がもうこの漫画の存在を知ってて、うん、おー、でなんか健康業界ではもうすごい有名だっていう話健康業界ではすごい有名な作品だった。そうそうそう、言ってて、うんうん、で あれをやるんだね、かなちゃんって言われて、うんうん、すごいやっぱ健康志向高い人はもうすでに知ってるんだと思って、うんうん、そうですね、できっとアニメを通じてね、またいろんな人が見てくれて、そしていろんな人の健康がね、保たれるんだと思うと、そうだね、うん、確かにね、いいことだなと思いました。わかりやすいしね、うん、うん、かなちゃんとはね、そう PV の時からね、あ、そうですね、一期の前に、一期の1年ぐらい前かな、はい、あれ、そうですね、結構前から、ね、かなり前にその PV を撮るってなった時に、はい、かなちゃんとあと長縄さんとね、3人で PV 撮らせていただいて、なんだったらそのスタジオオーディションでね、かなちゃんと掛け合いをさせていただいたんですよ、僕も、はい、いやだからオーディションでね、掛け合いできてその2人で受かれるってなかなか嬉しいことでした。かなちゃんもあれがオーディションだったんでしょ。俺もうかなちゃんあの段階でもう決まってんのかなと思ったの。いやいや、そんなことないと思います。
ますけど。だからね、ドキドキしましたけど。いや、そう、たまにあるんですよね、掛け合いのオーディション。そう、たまにある、本当に。で、たまにある。私と掛け合った人が受かってて私落ちるみたいな。あ、俺も結構あるよそれ。あるんですよ。俺もあるよそれ。いやだわと思うんですけど、うん、まあ、しょうがないですね。しょうがないけど、まあでもよかったよね、うん、そういうね、ご縁があってね。いや、だからそのオーディションの時からもう前野さんは白血球の声であるって思いましたもん。いや、俺もだからね、あ、もう赤血球だと思ったもん。赤血球はもうかなちゃんだなって。本当ですか。いや、そうで、しかも前野さんとはもうずっと、そうなんですよね、かなちゃんが10代の頃からね。そうですよ、もう10代の頃わけわかんないやつ。いやいや、あの、いや、あの独特の存在感がね。そうそうそう、それね、独特の存在感がありましたよ当時から。すいません、ね、あの独特の、個人的に大爆笑しちゃったんですけど、独特のね、あの、何ですか、花沢ワールドっていうんですか、何ですか。独特の世界観があって、でも当時からやっぱりすごい人を笑顔にする才能に長けてたから、それは何も変わってないなと思いますよ。要は変なやつだったんですよ。いやいや違う違う、すごいいい子でしたよ昔から。いやいや、そうなんですよ、そういう時から温かく見守ってくださってる前野さんだったんで。いや、そんなでもね、あの、ご縁があるかなちゃんとね、働く細胞またご共演できてすごい嬉しいんですけれども、まあ、あのアニメの、まあ、第1期第2期通してやってきましたけれども、まあ、第1期で印象的だったシーンありますか？第1期で印象的だったのは、あ、そうですね、やっぱりあれですかね、あの輸血の回ですかね。あ、輸血か。あの時はやっぱり あれほど赤血球ちゃんが頑張った回はなかったかな。そうだよね。で、頑張ったから、まあ、助かったっていうところもあるし、そうそうそう、最後まで諦めなかったんですよ、ね、違う人の血が助けてくれてね、はい、あの太眉の皆さんが、マタギみたいな方がね、赤血球として入ってきてくれて、そう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 、助かったエピソードありましたけどね、うん、それがあのちゃんと2期にまでつながってるっていうか、うんうんうん、あの、なんでしょうね、たくましい背中を見せられたっていう、うん、なんか自信みたいなものがちゃんと2期に反映されてるのが、赤血球もやっぱり1期と2期でかなり成長した感がありますよね。そうですね、うん、あの2期は特にあの決勝番ちゃんたちとの関わりが結構描かれてるっていうか、うんうんうん、なので、あのお姉さんな部分がより見えるかなという感じでした、ね、ちゃんと本当にしっかりね、赤血球としての仕事を全うしてるなっていうシーンが非常に多いんで、はい、うん、1期に比べるとすごく赤血球としてもね、うん、キャラクターとしても成長しているなっていうところがすごく感じられる、はい、エピソードありますけどね、はい、そしてあのブラックサイドは、はい、えのきくんとひかささんが、うんうんうん、あのパーソナリティやられてるって話なんですけども、はいはい、お二人の印象とかってどういう感じですか？もうひよっちはですね、ひよっちって呼んでんだ、あ、ひよっちって呼んでひよっち、ひよっちは何、どんな感じなの？ひよっちはですね、ひよっちはそんな感じなの？なんで、どういうか、なんですか、なんか、いや、ひよっちは悪い先輩みたいな空気になりましたけど、ひよっちはもう、ひよっちのデビューの作品から私ご一緒させていただいてて、うんうん、ちょっとなんかないの、なんか弱みのネタみたいなやつ。あ、そうですね、あのマイクの、うん、一番最初にオーディションの時って言ってたかな、うん、なんかマイクの後ろに立っちゃって、うん、嘘、マジで。すごい楽しそうですね。いや、後ろに立ちます、だって。そうそう、後ろに立ってやっちゃった。ちゃんとポップガードあるでしょ、だって。そうそう、どっちが前か分かるでしょ。そうそうそう、後ろからで、あのその審査の皆さんと向かい合う形で、すごい、でこう最初したっていう話を聞いたりとか。すごいね。うん、そうですね。それはすごいエピソードやね、それはね。でもだから何でしょうね。で、まあ、そのさっきも言いましたけど、私変ない、いやいや、変じゃない、独特な存在感があったんですよ。独特な存在感だったから、はい、あのそんな私も知ってくれてるので、なるほど、もう、まあ、結構二人でご飯行く中ですね。じゃあ良き友達っていう感じですかね。良き友です、本当に人生相談したりしますね、うんうん、えのきくんとは、えのきくんと私同い年なんですけど、あ、それ聞いたことあるん、そう、なかなか、なんでしょう、現場でご一緒してもがっつりお話ししたことなくて、うん、まあ、えのきくんもなんか静かな子だからね、静かですよね、うんうん、そうだから喋りかけていいのか分からなくて、なんか全然そうね、寡黙なオーラ確かにある、そうなんですよ、だから世間話しかしたことなくて、うん、ああ、なるほど、そうそう、だからスパイダーマンが良かったとか、なんかそういう話になる、絶対なる、そういう話絶対なる、俺も言うもん、それ俺もホームカミングしたかったよって話をよくよくしてますけどね、そうそうそう、そうなんですよ、そんな感じですね、まあ、だからあの二人がどういうテンションでお話ししてるのかすごい気になります、ね、楽しみですけどね、うん、あ、そんなことなら、ちょっとメールをご紹介していきましょう、はい、はい、トッティさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんこんにちは、こんにちは、アニメそしてラジオ開始おめでとうございます、ありがとうございます、以前の職場の用心組
の兄弟と私が働く細胞が好きで、好きなキャラの手作りのお面や帽子などを作っていたら、だんだん他の子供たちも興味を持ち、働く細胞ブームになりました。すごい。現在は違う職場ですが、今のクラスで働く細胞ブームになるように頑張りたいです。ありがたいメールですね。いいですね。なんかじゃあ花粉のお面とかつけてくれてとか、花粉のお面、そうね、手作りのお面とか帽子とか作ってね。本当ですか。かわいいな。ちょっとニキはやっぱりね、乳酸菌、乳酸菌はまあ間違いなくバズるでしょうね。まあいろんな楽しみ方ありますからね。ニキも応援してください。そして、メメロさんからいただきました。はい、前野さん、ゲストの花澤さん、こんにちは。こんにちは。花澤さんに質問です。はい。僕はこの作品をきっかけに、自分の健康に気をつけるようになりました。そこで質問です。はい、花澤さんは、いつから健康を意識するようになりましたか？あと、健康になるために一番大事なことって何だと思いますか？いつから意識し始めたかな。でもやっぱ大学卒業してからですかね。大学卒業してから、じゃあ20代あの前半ぐらいの半ばになるぐらいから、ね、ぐらいから筋トレとかも始めて。なるほど。っていうのはありますかね。それはなんでやっぱり年齢とともに気をつけていかなきゃっていう意識になってったってこと？そうですね。あとやっぱなんでしょうね、体がやっぱ資本っていうか、強くないと、まあ、特にこの仕事もね、そう、毎日健康的に声を出すってなかなか難しいことだなって感じたんですよね。毎日仕事してて、そうだね。なのでそれやっぱ風邪をひかない体作りを心がけるようになったの、そのぐらいからですかね。じゃあ一番大事にしてること、一番大事にしてるのはやっぱ睡眠ですね。まあ睡眠ね、どれだけ時間がなくても、もうだから睡眠時間を、一番大事にしてスケジュール組んでますね。まあやっぱね、まあ、最低でもなんか 7,8 時間とかですか。はい、7時間はね、まあそうだよね。 そう、まあ、それが理想だよね。7時間前、起きる7時間前にお布団入っても、その寝るまで、まあ、すぐ寝つけるとは限らないからね。そうなんですよ。なのでやっぱ8時間前には布団に入りたいんですよね。わ、うん、かる。そうなので宿題をここまでに終わらせなきゃとかいうのをちゃんと区切って生活してますね。いいですね。ちゃんと自分の体調をね考えて。でもね、もう僕40見えてきましたけど、これ前もどっかで言ったかもしれないんですけど、はい、20代の頃って割とそのなんか今日絶好調だっていう日結構あったんだけど、30代もね後半になってくるとね、なんか絶好調の日がそんなにないんじゃないかっていう気がするんですよ。ね、なんか6割7割よくて8割みたいな、それだけどその状態でなんとかベストパフォーマンスを尽くしていくみたいな。いやでも先輩とかもう本当に調子いい時ないとか言いながらすんごい素敵なお芝居されるじゃないですか。よくわかんないよね本当に。わかんないです、あのメカニズムっていうの。そうじゃあ調子良かったらどうなっちゃうのと思って俺もだから新人の時に、すごい先輩がちょっとお酒臭い匂いで入ってこられたことがあって、ちょっと二日酔いなんじゃないですかって言ったら、ちょっとそうなんだけどって。でもいざ吹き替えの現場だったんですけど、その方の出番になるとすごい、うめえっていう芝居をしてくるのよ。だから何なんだろうと。すごいよね。すごいですね。まあ、まだだからね、ちょっとまだまだ日々勉強だなって思う瞬間多いですけどね、はい、そんなこんなで皆さんたくさんのメールありがとうございました。働く細胞サイドでは皆さんからのメールお待ちしています。アニメやラジオの感想、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどじゃんじゃん送ってきてください。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド。さてここからはかなちゃんと一緒にこのコーナーをやっていきたいと思います。戦う細胞。体の中では私前野が演じる白血球をはじめ多くの細胞たちが悪い細菌と戦っています。そんな体で生きているリスナーの皆さんもですね、日々いろんな戦いをしているはずです、はい、そこでこのコーナーではリスナーの皆さんから今戦っていることやものを送っていただき紹介していくコーナーでございます、はい、なおメールの最後ですが必ずそんな〇〇とバイバイ菌だで締めてください、うん、はい、そんなコーナーなんですけど、はい、かなちゃんは今戦っていることなんかありますか？絶賛正月太りと戦ってますね。どこが太ったのそれ。いや太ったんですって。なんでなんか、いややっぱ仕事してると、移動
う実感あるじゃない、まあ、動くからね。そうそうそう、動くんですよ、動くし、うん、まあ声もねいっぱい出してるので、そうだね、カロリー、きっとカロリー使ってるんですけど、うん、やっぱお家にいて、うん、じーっとあのいろいろな動画見てたりとか、そうか、そうしてたらもう確かに正月はどんどこ脂肪がついちゃって、お餅とか食べたりするしね。そうなんですよ、なので絶賛戦い中ですね。なるほど、うん、僕もねあの花粉が来てますよ。え、もうこれ杉花粉が来てますよ。本当ですか。もうあの朝起きると目ちょっと杉レーダーが反応してますもん。待って、私も来てるかもしれないです。もう戦ってます、僕は杉花粉と。寒暖差アレルギーかと思ってました。それもあるかもしれないけど、そうですね、来てますよ、もうでもね、あいつは。はい、ということでじゃあね、リスナーの皆さんからいただいた戦ってるメール、うんうん、早速紹介していきたいと思います。はい、ペンネーム頑張るしかないさんからいただきました。お、はい、私は今看護師国家試験に向けて日々自分と戦っています。偉い。今図書館やカフェなどに行って勉強がなかなかできない状態で、なので家で勉強しているのですが、うん、誘惑が多すぎて集中できません、うん、ですがこんな生活もあと1ヶ月で売買金だ。あ、最高。あ、いいですね、うん、看護師国家試験、いえ想像つかないな。いやでも偉いですね、今この時期に看護師のお仕事に就こうっていう、もう本当に助けられてますね、こういう方たちにね。そっか、まあ、どうなったんでしょうね試験は、ね、気になりますけど、確かに、1ヶ月か、確かに、ね、今図書館とかカフェでなかなかね勉強しづらい状況じゃないですか。いやでもなんていうか勉強とかって、うんうん、あの人の目が多少あると緊張感が出て、うん、そうだね、続くんですよ集中力が。わかるわかる、やっぱお家でやってるとどうしても、ね、あとそう家だとさもう、はい、まあ、テレビもあるし本とかもあったりするから結構ね、ここまでやったらじゃあちょっと息抜きしようかなんてのやってると1時間とか休憩とかしてたりするわけじゃない。そうなんです、びっくりしますよね、するよね。だからどうすればいいんだろう、ああいう時って。ああいう時私割とあの勉強している俺かっこいいぜっていうところから入りますね。まずチェックしてる私かっこいいぜ。そうこんな早からチェックしてる私、偉い偉い、なんて偉いのって思いながらやり始めたらどんどん集中していくんで。なるほど、暗示をかけてやっていくってことか。はいはいはい、それは確かに一つの方法としてはありかもしれないです、ね、勉強してもうペンが光ってるぐらいの妄想妄想しながら、かっけー私って。そうそれはでもいい考えだと思う、ね、ぜひやってみて、ね、ぜひ参考にしてみてください、ね、あら、じゃあ私も、はい、あ、お願いします。ペンネームマッキーさんからいただきました。ありがとうございます。今年になってからクレジットカードが不正利用されてしまい、マジで？ネットでの買い物や個人情報を入力することの恐怖と戦っています。怖くない？マジで？そんな情報漏洩と売買金だ。うわ、これ嫌で、ガチで怖いやつだよこれ。これってどういう時に不正利用されちゃう？これなんかで抜かれたのかな、スキミングされたってことですか？それか、まあ、なんかインターネットのちょっとその暗号化されてないサイトとかで売っちゃったとか、とかかな。でも今やもうネットショッピングなんて当たり前じゃないですか。当たり前だし、クレジットカードも、ね、ほぼほぼネットで買い物してるっていう人もかなり多いと思うからね。そうですよね、これ怖いですね。怖い。どうやって予防すればいいんだろう。売買金だと言いつつ、確かに売買金したいけど、どうすればいいんだろうね。そうですね、怖いよね、カードは特に怖いわ。だってカードとか持ってるでしょ。持ってます、持ってるし使いますし、ね、使うよね。このご時世で確かにカードないっていう方あんまりいらっしゃらないと思うし、でも不正利用どれぐらいされてたんだろう。怖い、これどうしたらいいのこれ。もうだからそうですね、信用できるサイトしか使わないぐらいのとか。そうだよね、それか、あとはもう月始めにもう自分で限度額まで使っちゃうとかだよね。なんかすごい。なんかもうさ、なんかもういきなり1日になったら50万の買い物一気にしちゃって、それ以上使えませんっていう状態にしちゃうとかじゃない。なんかどうなんですか。かなりワイルドな投資法だけど。ワイルドですねそれは。なるほど、じゃあ途中2択ということで。2択まあでも本当気をつけてくださいね、災難でしたね。はい、はい、ということでね、戦う細胞メールはここまでとなります、うん、いやでもね本当に不正利用は気をつけていただきたいですし、ね、なんかよく外国でね使うと、そうあるよね、ありますよ ねよくね、うん、気をつけてね、皆さんね生活していてください、うん、はい、以上戦う細胞でした。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド、働く細胞インフォメーション。
ここからは働く細胞に関する情報をお知らせいたします。テレビアニメ働く細胞第2期は働く細胞ブラックと1時間連続放送で働く細胞アワーとして毎週土曜23時30分から絶賛放送中です。ぜひご覧ください。そして働く細胞第2期のブルーレイ& DVD 第1巻は2月3日に発売となります、はい、また働く細胞のオリジナルサウンドトラックも同じ日に発売です、はい、どちらもチェックよろしくお願いします。続いて我々キャストが歌うオープニング主題歌ゴーゴー細胞フェスタが好評発売中です、うん、こちらもぜひお聴きください。はい、そして原作コミックス働く細胞は第1巻から第5巻まで好評発売中です。チェックよろしくお願いします、はい、また全国のここからファイン店舗で働く細胞キャンペーンを開催中です。お買い上げレシートでオリジナルグッズが当たるチャンスです。店内アナウンスも我らが決勝番ちゃんが担当しているのでこちらも要チェックです。はい、さらにさらに東京大阪のプリンセスカフェさんにて働く細胞コラボカフェを開催中です。詳細はカフェ公式サイトをご覧ください。以上働く細胞インフォメーションでした。一緒に働く細胞ラジオ、働く細胞サイド。はい、というわけで一緒に働く細胞ラジオ、アニメやラジオの感想各コーナーまでメール送ってください。メールの宛先などはブラックサイドで、お伝えしますのでこのまま最後までお聞きいただければと思います、はい、ということで今回は、かなちゃんがゲストに来てくださいましたけれども、ね、はい、楽しかったです。もっといろんな話とかね、いろんな暴露話とか聞きたかった、ね、暴露話ですけど誰の私のですか。いや全然まだねこの番組続くんでぜひ機会があればこれからも1回と言わずに2回3回4回と遊びに来てください、うん、はい、お願いします、はい、さてこの後ブラックサイドになるんですけれども、まあ、かなちゃんからねもしえのきくんやひかさとかにメッセージがあれば、はい、あメッセージですか。全然いいよお前ら、なんでしょう、特にないんですけどいや全然それでいいです。特にありません。そうですね、あのそうひよちはもうあのすぐ連絡取れるのであれですけど、うん、そうえのきくんね今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、で皆さんねあのブラックサイドの方もねよろしくお願いいたしますね、はい、まあ、あのこんなこと言ってますけど、まあ、本当は、ね、仲いいですからね我々ね。そうですね、仲いいから言えるんですよ、これは、はいはい、一緒に働く細胞ラジオ引き続きよろしくお願いいたします、はい、というわけで一緒に働く細胞ラジオ働く細胞サイドはここまでとなります、うん、かなちゃんまたねぜひ遊びに来てください。お願いします。お相手は白血球 CV 前野智明と赤血球役の花澤香菜でした。それじゃあバイバイ金だ。一緒に働く細胞ラジオ、一緒に働く細胞ラジオ、ブラックサイド、ブラックサラリーマン川柳。酒飲んで締めのラーメンまた太る。一緒に働く細胞ラジオ、一緒に働く細胞ラジオ、ブラックサイド、ブラックサイド、ブラックサイド。こんな曲でしょ。デンデレ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 ンって。なんかうちらがイチャモンつけたから、文句言ったから、変えてくれた。変えてくれた。でもこっちの方がまあなんかブラックっぽい。ブラックっぽい。なんかブラックっていう、うん、戦い。闘魂ものっぽい。確かに昔のプロレスの曲みたいな感じですけど。はい、皆さんこんにちは。テレビアニメ働く細胞ブラック赤血球役の榎木純也です。皆さんこんにちは。白血球役の氷笠陽子です、この番組は現在放送中テレビアニメ働く細胞ブラックの魅力を体の隅々までお伝えしていくウェブラジオです。ということでここからはブラックサイドになります。お願いします。なんかね、はい、あの無印って言っていいのかな、はい、なんか花澤香菜がゲストに来てたらしい。あいいな。おどういう意味だよ。いや今のね、ひかささんも好きですけど花澤さんも大好き。会ったことないでしょ。あんまないすごいでしょ。あんまないし話してもちょっとぎこちない感じ天気がいいですねぐらい。うわ話すことない時にどうしても話さなきゃいけない時に始まるワードだ。結構なんかいいんですか
よくね、まだのこんなご時世になる前はよくご飯行ったり、レギュラーも一緒だったし、ご飯もよく行ったりとか、二人で行ったりとか。だからね、そんな花澤香菜さんがね、はい、我々にメッセージくれてます。何ですか？特にない。そうです。特にない。ひかささんには分かりますけど、僕にもないんですか？ひかささんはプライベートでよく話してるし、まあね、まあ、えのきさんに関しては強いて言えば今年よろしくだそうです。いや、もうな、それなんもないよ。天気と同じよ。天気と同じ。今年よろしくね。明けましておめでとうございますって誰にでも言うようなもんですよね。あれおかしいな。まあでもこれを機に今年はもうこんなメッセージ来年言わせないようにがっつり仲良く。本当になりたい。なりたい。同い年なんですよ僕。あ、え、おないって言うんですよ。初めて聞いたけど。同い年なんですよ確か。そうなんだ。確かそう。ちょっとなんか早生まれとかで、そうよね、年齢は違うかもしれないですけど、おうおう、確か同い年なんで、もう今年はもう純也って呼ばせる。言うかな。そういうタイプの人じゃない。そういうタイプじゃない。いや、なんか男の子呼び捨てで呼んでるとかあんま見たことない。男の子と話して、トマーキって言わないですか？前野さんの、前野くんのこと友明って言う？言ってる人一人も見たことないけど。はい、さて今回もね、ブラックサラリーマン川柳始まりましたけども、こちらラジオネーム天心さんからいただきました。ありがとうございました。お酒飲んだら締めのラーメン食べたくなりますか？あ、どうなの、えのきくんラーメン食べる？酒飲まないんで。え、そうだっけ？飲まない、全酒飲まないんで。ラーメンは好きですけど、はい、ラーメン私逆にあんまり年に 1,2 回しか食べない。全然食べない、うん、じゃあこれはあんまり強化ない。ねえ、かわいそう。天心かわいそう。天心さんすいません。お酒飲まないチームだから。お酒はでも、あ、でもラーメンは好きですよ。わかる、ラーメンも食べるよたまに。わ、うんうん、かる。冷やし中華の方が好きかな。ラーメンじゃねえんだよ。じゃあもう始めていきますよ。はい、ね、はい、一緒に働く細胞ラジオブラックサイドスタート。一緒に働く細胞ラジオブラックサイド。ということで、一緒に働く細胞ラジオブラックサイド2回目、アニメの方ですが、早いところは4話まで放送となりました、はい、そうなの、18日に1時間スペシャルで3話4話が放送されたから、いやー、もうなんかすごいっすね。このタイミングでもう4話が放送されているという。早いですね。そう、しかも3話4話結構内容が濃かったですね。4話が最前線、隣近葛藤。隣近にまでかかっちゃうって。いや、でもすごく勉強になるお話ですよ。いや、そうね、大切ですから。でもやっぱ男性なんだっていうことが分かったね、中身の、このね、この体の持ち主。そう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 、男性で何のお仕事、何の仕事してんだろうね。隣近にかかっちゃう状況って何なの。いや、でも隣近にかかっちゃうのは相手の女性が持ってたってことですよね。持ってたってことなのかな。それは深くは掘り下げて。まあ、あと2話もね、そうそう、あと、ね、前回のラジオから考えると、まあ、1話が放送、はい、ついに放送されてって感じですから、はい、1話見れましたけども、結構戦闘描写が激しくて、ね、面白かったですよ、ね、最初のなんか、赤血球たちが歩いてるとことか、最初なのに BGM が全くなくて、いきなりなんか BGM ないって不穏なんだなって、ね、あ、もうね、こういうねラジオでもね、うん、こういうなんか、そうそう、かかってるとやっぱちょっと、ね、安心するもんね。安心しますけど、なんか足音しかなかったシーンがあったから、いきなり不穏だなみたいなのありましたけど。でもやっぱ大人たちは意外とやっぱブラック受け入れてもらえてるんじゃないかなって思うんだけど。なんかツイッターのトレンド入ってましたよ。あ、いや、本当、当日、うん、すごい話題になってて、嬉しい。いや、嬉しかった、本当に皆さんありがとうございます。もう勝っちゃったんじゃないの、ちょっと。あ、でも無印もトレンド入ってました。どっちも入ってた、どっちもウィンウィンですね。ウィンウィンですよ。よかったよかった。じゃあもう早速メール読んでいきますか。いきましょうか、ね、
お名前野作さんからいただきました。ありがとうございます。えのきさん、ひかささん、こんにちは。こんにちは。アニメ1話がブラックすぎて私の激弱なメンタルが死にかけました。そんな嘘、こんなブラックだった。しかも本家働く細胞の後に働く細胞ブラックが放送されたのでクリーンすぎるあちらとの差が顕著に出てて余計ブラックさを感じました。だそうだよ ね、比較対象あるとね。確かにね。でも1話のあれを見て喫煙しようと思う人は多分いないのでブラックはすごくいい作品だなと思いました。あと美人な白血球さんの胸がすごくてずっと見てたらエンディングでした。嘘でしょこの方多分女性ですけどね。女性だよね、はい、女性なんですけどね。ブラックでしたか1話喫煙最近。なんかでも全12話13話か通すと1話が一番ホワイトなんだけどね。そうです結構優しめから入ってるんですよね。優しめ全然なんかやっぱ導入って感じだったから。そうそう喫煙ですからただのもうね死闘を繰り広げてきてるからもう喫煙ドックではもうね、そうですよ、これからもっと激しくなってきますから。激しくなりますからね。じゃ続きまして、甘味どころカイザーさんからいただきました。ありがとうございます。えのきさん、ひかすさん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。私大学1年生と母50代2人で見てます。あら嬉しい。あんまりアニメを見ない母がこんなにハマるのはいつ以来かというほどに次の回を楽しみにしています。あら嬉しい。ブラックの内容のきつさがツボにはまったらしいです。 お母さん、放送局が違うだけで同じ回だよ。働く細胞はブラックとは違うんだよ。怖い血小板ちゃんを探さないで。次の病気を悲しい病気で予想しないのとアニメ初心者好奇心旺盛の母に振り回されながら楽しんでいます。もちろん働く細胞も見ていますよ。寒さやコロナなど大変な世の中ですがお体にご自愛くださいと。やっぱちょっと年上の方に刺さる。やっぱそうだよね。やっぱ健康にさ、なんだろう、健康を促進させようって思うってことは、うん、なんか悪いところが見つかってくるってことだからそうですね。あ、ここ良くないなとか。だってね、10代の時、いや病気だ、いやなんかサプリ飲もうとか思わないもんね、うん、もう今ひかささんサプリ漬けですもん。サプリ漬けそうだ。サプリ漬け続きまして、形状記憶合金さんからいただきました。ありがとうございます。えのきさん、ひかささん、こんにちは。こんにちは。こちらは働く細胞ブラックにちなんだブラックサイドということで、何やらお二人のほの暗い関係が今後明るくなっていくのかと楽しみに見守らせていただきたいと思います。さてここでブラックにちなんだ質問ですが、お二人は自分の中で一番腹黒い部分、暗い部分はどこだと思いますか。またえのきさんから見てひかささんは、ひかささんから見てえのきさんは腹黒い、またはどこかに闇を抱えていると思いますかどういう質問よ。ね、ラジオ始まって2回目の内容じゃない。ない、重いわ。ブラックな腹黒い部分ありますね。どんなことがありますか。なんか我々声優って初対面の人に挨拶する儀式あるじゃないですか。おー、ある。このよろしくお願いします、うん、今日はみたいな、うん、役者同士で、うん、なんかもう最近めんどいなと思って。やばいなこいつでもなんか先輩だけに挨拶しに行って後輩に挨拶しないってちょっと性格悪いじゃないですか。あー、でもなんか後輩から行くものみたいなあるよね。あー、そういうもんですか。え、で僕はやっぱ平等がいいなと思って、うん、等しく挨拶しない先輩にも後輩にも。あ、結構尖った。いやでもなんかめんどくさいっていう人多いじゃないですか、その先輩でも挨拶いらないからみたいな。っていう人いるよね。覚えらんないしみたいな、やってれば覚えるよみたいな感じで、僕もそういうスタンスでいきたいなと思って、後輩の人から挨拶来たら受け入れますけど、自分からなんか言ってもプレッシャー与えるだけかなと思って。後輩の子にえのきくんから挨拶に行くってあったの。あ、いや全然前まではありましたよ。へー、なんか私がなんかちょっと昭和のなんか人なのかもしれないんだけど、なんか後輩から事務所に入った時にもう後輩からもう井の一番に、
行けって言われてた。あ、まあそうですね、基本は、ね、ゴーゴーゴーって感じだった。ゴーゴーゴー、行け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 ってまあでもなんかなくてもね、あれ儀式じゃないって思っちゃうから。そうね、あと今さ、このご時世でやっぱ変わったよね、きっとそれがね。近づいちゃいけないみたいな。近づいちゃいけないし、あります、合わないし、うん、そうそう、わかりますわかります。だまあなんかおはようございますって一言言えばええんじゃないかと。まあまあ確かに思いますね。はい、腹黒い部分だと思う。腹黒いかな。では、え、私が思うえのきくんの腹黒いところと僕が思うひかさんのどこだろうな。でも本当にね、ひかさん、でもあ、どっちかぶつかっちゃったぶつかるよ。いいじゃん、えのきくんから。ひかささんってね、悔しいけどいい人なんですよ。いや、そういい人なんだよ私。いや、やっぱりなんだろうね、でも腹黒いっていうか、なんかちょっとあれだなって思ったのは、何悪口言うだろう、何、はい、いや、早寝なところっすね。早寝、あのなんかこの自粛とかに なってない時に一回飲みに行ったじゃないですか。うん、もうね、あの後半ね眠くなっちゃって、ひかささん。え、そうだった。テンションガタ落ちなんですよ全然話してても面白くないのもう、いやいや、ほんとほんと、なんかもうね、何人か少人数ですけど何人かで行ったんですよね、その時も。うん、そうそうそう、もうなんかね、もう置物みたいになっちゃって。置物そう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 、明らかにこれひかさんも帰りたいんだろうなみたいな。いや、帰りたかった私は腹黒帰りたかったと。僕は必死にひかささんの目を覚ますためにやたら話しかけたり。そう、なんかね、すごいなんか聞いてめっちゃ興味持ってんのかなって思ってたんだけど、多分起こそうとしてんだろうなっていうのも分かったいやでも興味あったんですよ。興味あったからまだ寝ないでと思って。まだ寝ない。せっかくこっから仕事の話を。あ、そうね、やっぱ夜がね更けてこないとそういう話になってこないんだよね。なんないから、仕事の話聞く前にもうグロッキーになっちゃってた。一緒に行ったメンバーが本当になんか夜中まで飲む人たちだったから。あ、そうそうそう、そう、元気な感じだったから。元気なの、ずっと元気なの、一定じゃん、うん、一定に元気。だんだんなんかね、最初はわーってなってんだけど、うん、でだってしかも6時ぐらいからやってんだよ。そうね、夕方ね。そうそう、夕方6時から何時間一緒にいてんだこういうメンバーみたいな。すごかったですね、ずっと元気だったまあもうさすがにね、今はできなくなっちゃいましたけどもね。なんかすごい懐かしいもん。懐かしいっすね、楽しかったですね。楽しかったな。またあんな世の中になってくれたら、うん、もう今度こそ眠くならないで。眠くなる私でもさ、年越し特番やれたんだよ、すごくない？そうだ、正月なんか働いて。いや、みんなのおかげだよ。それなんか1時間ぐらい話せるんですよね、そのネタで。そのネタ、うーん、その年越し特番に関して言うことは特にないんだけどさっき1時間は話せる言うてたのにいや、その後にさ、その年越し特番が、まあ、あの1時くらいに終わって、はい、うわ、で近くのほんとこんなちっちゃい神社に、あ、はいはいはい、行ったの。行ったんすか、元気ですね。ちっちゃい、こんなちっちゃい神社、はいはいはい、だからアドレナリン出て寝れないから。そしたらさ、空を見上げたらさ、ドゥヒャーってさ、超でっかい流れ星見ちゃったの。へえ、ドゥヒャーって、もうあれでドゥヒャーって言ってたよ、流れ星が。ドゥヒャーって言ってたよ。東京でそんなの見れるなんて。ねえ、え、待って、この空気何だってさ、すごくない？ほんとでかかったんだよ。すごいですけど、なんかちょっと BGM 止まっちゃったよすごいけど、なんかあ、すごいねで終わっちゃう。今年私だからいいこと起こるよ多分。ひかさんもあの1本分の時間そろそろ迎えそうな。じゃあ終わりだよメールなんて終わりだよ、ありがとうございましたメール。ブラックサイドでは皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想、他にも我々パーソナリティへのメッセージなどお待ちしています。じゃんじゃん送ってきてください。一緒に働く細胞ラジオ、ブラックサイド。続いてこのコーナーやっていきましょう。体あるある。こんなコーナーありましたね。我々は細胞たちが働いてくれてるおかげで健康でいられます、うん、そこでこのコーナーは体にまつわるあるあるをリスナーの皆さんから送っていただき紹介していくコーナーです。働く細胞サイドとの共通コーナーだって。あ、そうなんですね。宣伝したけど
ちょっと前1回目前だったから1回目前だから忘れてる。去年撮ったからあるある聞きてえな。あるある言ってほしい。あるある言いたい。あるある紹介して言いたい。あるある言いたい。1個しかない。1個しかないの少ないな。紹介していきましょう。さぎりさんからいただきました。30歳過ぎたあたりから、うん、知らぬ間にぶつけたであろうあざが増えた。あざか。あざどうですか。いやめっちゃある。めっちゃわかる。これ私別に20代の時からそうだった。あ、そうなんですね。20代の時からえ何このあざっていう。ぶつけた覚えはないけど。ないない。なんかちょっと青くなってんなみたいな。うん、青いっていうかなんか赤い、赤黒いみたいな。赤黒い。そんな激しく。私なんかそれをね、うん、なんかほんと知らぬ間に体中にあざがあるかな、はい、あのとある少年ジャンプの、はい、あの森田さんが主役やってるこう、はいはい、死神の、はいはい、もう大体わかっちゃう。アニメわかる、はい、挽回しちゃうやつですね。そう、あれであの女の子がね、はい、なんか知らない相手にあざがあるのみたいな、そんな言ってるシーンがあって、はい、それがなんか原因が幽霊にこうやってグッてやられてるっていう。ホローに。そうホロー言っちゃったよ。そうホローにガッてやられてるからあざがついてたっていう話があって。それじゃない。やべ、私もホローにやられてんのかなって。霊感あるんじゃないですか。ない。ない。いやでも一回お祓い行った方がいいっすよ。それいや普通に僕ないっすもん。全然そんな経験。え、ぶつけない。ないっすね。自分が自覚あるやつしかないですね。ズキ君もあざできないよ。いやいや、なんで取りつかれなよって、じゃあ続きましてドラゴンさんからいただきました。ありがとうございます。あるある。あるあるです。言っていいですか。あるある。いいよ。あるある聞きたい。あるある言いたい。言いたい。あるある言っていいかい。いきます。何かを食べているときに内頬や舌を噛んでしまう。あ、僕の口の中はミニトマトが10個ぐらい入るぐらい広いのでよく噛んでしまい痛いです。あ、確かに最近多いかも。あ、本当？なんか物食べてる時とかにガブってやっちゃうやつ。ガブってやっちゃうやつで口内になっちゃう。あれって何が原因なんだろうね。やらない時は全くやらないのにさ、やる時やりますよね。めっちゃやるよね。疲れてるとかでもないですもんね。なんでなんだろう、ね、なんで食べ物によるのかな。なのかちょっと歯が出ちゃうとか。歯が前に、歯が出ちゃう。前に出てる。ちょっとなんか歯が出ちゃうことあります。顎出ちゃってるみたいな。そんな。うるさいな。うるさい。自分で言ったのに。いやでもこれはあるある。わかるわ。わかるわ。まだある。まだあるの。あるある。聞きたいわ。ある。 またやるの。これもう何回もやるの。もういいわ。あるある。レディーガンガン。レディーガンガン。レディーガンガンさんいただいた。年を重ねると筋肉痛の心当たりがなくなっていく。ああ、なんで筋肉痛なんだろうみたいなことってことみたい。あ、でも俺この仕事やってるとあるかも。え、なんか声出してると筋肉痛になる時ありません？どこが？腰とか肩とか。それ腰は多分筋肉痛じゃなくて普通に多分ちょっとぎっくり方面じゃない？もうほんとつい昨日だけどわーって言った瞬間ピキピキってなったから。寒い時なりやすい。あ、そうなんですね。確か。でもなんか腹式呼吸で叫ぶと腰に来るらしいですよ。え、やっぱそうなんだ。なんかボイトレの先生が言ってます。あ、そうなんだ、はい、でも私絶対左なんだよね。あー、なんか左の発声だけいいんですかね。ちょっと右側に真ん中であれ。真ん中であれ。そんなんあるんですかね。あ、あるある。終わりですか。ありがとうございました。あるあるメールここまでとなります。以上体あるあるでした。一緒に働く細胞ラジオブラックサイド。ブラックサイド働く細胞ブラックインフォメーション。
はい、ここからは働く細胞ブラックに関する情報をお知らせします。テレビアニメ働く細胞ブラックは働く細胞第2期と1時間連続放送で、働く細胞アワーとして毎週土曜24時より放送中です。ぜひご覧ください。そして働く細胞ブラックのブルーレイ&DVD 第1巻は2月24日に発売です。完全生産限定版にはオリジナルドラマ CD や特製ブックレットなど豪華特典がついてきます。お楽しみに。続いてオープニング主題歌走れ with 山崎聖也が現在配信中です。さらにオープニング&エンディング主題歌を含む CD が2月24日にリリースとなります。そして同じ日にはオリジナルサウンドトラックも発売となります。ぜひチェックお願いします。続いて原作コミックス働く細胞ブラックは第1巻から7巻まで好評発売中です。第8巻は2月22日発売となります。こちらもお楽しみに。以上働く細胞ブラックインフォメーションでした。一緒に働く細胞ラジオ。お送りしてきました一緒に働く細胞ラジオブラックサイドもエンディングのお時間となりました。はい、ということで番組では皆さんからのメールをお待ちしています。アニメやラジオの感想を各コーナーまでメールを送ってください。メールは番組サイトの投稿フォームから簡単に送ることができます。もし直接送る場合メールアドレスはすべて小文字で細胞アット温泉ドット AG です。片言いや、あれこれね、どうしたんすか。このねメアド言うのすごい苦手なの、超下手なの。何言ってるか分かんなくなりますよね。そう SAIBOU、 いやそこは細胞でいいんじゃないですかここはいいの、分かりますよ多分。ここいいのフリーあのルビーは分かりますから。アット温泉ドット AG、 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 はいはい、働く細胞サイドと共通です大丈夫かな頭ブラックだのそして次回配信日は2週間後2月3日水曜日、2月3日水曜日だそうです。はい、というわけで言い残したことないですかね。はい、大丈夫ですか。いっぱい喋りましたもんね前野くんになんかじゃあメッセージある？あー、トマーキに、うん、トマーキにいないからこんなこと言えますけどもそうですね、あ、 YouTube 見ました。前野さん、トマーキの、トマーキのなんだっけ、車に乗ってなんか語ってる YouTube 見ました。あ、なんかそれ話題だよね今。話題なんすか。なんか別のところでもなんか前野くんが車に乗ってなんたらみたいな聞いたわ。あ、本当ですか、うん、面白かったですよ最近なんか YouTube やってる人多いんだね。多いですよ。やらないですか。なんか YouTube 感なくない？いや、めっちゃ得意そう。得意そう。やってる感はないですけど、なんかやったらすぐバズりそう。へー、ファンいないんだよね。ファンいない。ひかささんがいますよ。えらきさんとかは YouTube 全然やらなそうだねまあ絶対やらない。やらないタイプ。やらないですし、あの僕もファンいない。いや、いるわファンいない声優2人とも。なんかすごい、なんか元気出そう。じゃあ終わりますか。元気出そう。終わろう終わろう終わろう。一緒に働く細胞ラジオブラックサイドはここまでです。お相手は赤血球役の榎木純也と白血球役の日笠陽子でした。バイバーイ。